行くぞ。ほい、来たお客さん。三成様から預かった沢山の城をかけて俺と一丁勝負といこうぜ。でもそうだな、普通に金をかけてもつまんねえし、ここは一つ別のもんで行くとしましょうか。今こそ鬼の軍となりましょうぞ。分かっとる。ちょいと俺と七番勝負ってのはどうだい。俺は超に張った。さあさあ、台を振っておくんな。まずった。あっちゃー。そちらさんの勝った。持ってけ、ドラゴン。おお、お体の力がみなぎっているようですぞ。次もこの調子で参りましょう。あなた様の武勲にあやからせていただきたく。二番勝負だ。マジ半端ねえの半でどうだ。さあさあ、あんたのやる気バシッと張ってもらおうじゃねえの。ここだけの話、しっかりやめと強物さんに呪われちまうぞ。ですよね。敵対象を撃つまでお無理は禁物ですぞ。死に際に思う状況、やはりふるさとでしょう。ガチンコ勝負でそうだってんなら、まあしゃあねえよな。8本目だと動きやすいんだ。なかなかやるねえ。でもそれが続くと思うなよ。やばいぞ佐藤。なんだか敵さん、ますますやる気が出てきてないか。セイランが赤黒く染まっていくわ。三番勝負だ。頂上八尺で俺は勝負。もしあんたが負けたら、守りは忘れて突っ走るってのはどうかな。一つだけ言っておこう、それがしの技はとてもすごい。そいじゃ俺も行きますかね。っと、次元流完成の暁には天下統一などあっという間だ。行こうよみんな、あの足の向こう側へ。はい。え、おい、まずった。おお、何やら守りの力が上がったような気がいたします。あんたの勝ちだ。こっちを。なんともはや素晴らしき兵糧の運び台もありまする。次の勝負、ちっとばかしでっかく運ぶ。ここで勝ったら力が倍ってのはどう。やりすぎ。決めた。ちょうどいいの超デッドだ。ちょっと天海様、佐藤君誰かと遊んでるよ。そのようですね。は、
どちら様でしょう。7方向は大傷のもて、なお役にはなりません。もう帰って美味しいものでも食べてきたら。誰にも腰抜けなんて言わせない。マジでか、ここで俺が負けるとかありえなくね。おお、勝ちましたな。みなぎる攻めの力で一気加勢といきましょうぞ。左近君、実はここ一番に弱かったりして。ほーら盛り上がってきたっしょ。勝負、残りも少ないし、ここでドーンと気合い入れてこうぜ。ハン、やっと超に発散。余計な奴ら、いくら切っても真の次元は見えん。あっ、まった。箱の動きを真似ようとも不足が邪魔であれな。おかしいな。まさかあんた、なんかやってねえよな。おい、左近、敵さん、ずいぶん気合い入っちゃったよ。お次の6番は、と。たまに。やめてよ、前回サブ。おい、今日は催し物があると聞いてきたのですが。ここは胸部さんの客人2人がお相手だ。ちょっと、どうして僕が勝手に決めなんて。まあまあ、いいではありませんか、キングさん。私たちも楽しくやりましょう。そんなに汗をかいて自ら出汁となるおつもりですね。人の血なめとか絶対まずいに決まってるよ。そんなのはいいから、お願い助けて天界様。またお会いしましょう。おそらくは表側で。心配すんなって。後で一緒に叱られてやっからさ。へい、へい。まずった。全部夢で、目が覚めたら温かい鍋をしてるんだ。まずいぞ、左近、兵糧用の金子を持ってかれて。ちょっとあんたらひどすぎじゃねえ。そんじゃば、次はいよいよ。掴んだ未来もかけなきゃ離れていっちまう。さあ、一発勝負だ。島左近、入ります。お待ちかね、7番勝負。俺とガチンコ対決でどうよ。やべ、こんなダセーとこ三成様には見せらんねえってのは。次は絶対負けねえ。何の憂いもなしに慕われる姫中のも悪くはなかったがのう。